我々ポーランド東海オ会は2006年にポーランドに設立されました。ここに来るまで15年、道のりは平坦ではありませんでしたが、ポーランドのマーケットは非常に成長を続けており、我々が現在行っているプレス事業もこの市場にマッチしています。ポーランドはヨーロッパの中で白物家電や自動車部品の生産国と位置づけられて力強く成長しており、我々の事業もそれに合わせて成長を続けています。今後ともますますこのマーケットに今後ともポーランドのマーケットは成長を続けていくことを期待しており、我々の事業もそれに合わせてさらに設備投資を含め力強く進んでいきたいと考えています。このポーランド設立にあたりまして、 PSSE 様からたくさんの支援をいただき、会社を設立することができました。ポーランド自体は非常に工業化が進んでおり、いい国だというふうに我々は知ってはいるんですけれども、なかなか全く知らない土地で会社を作るというのは非常に困難ですので、力強いサポートのおかげで我々も15周年を迎えることができました。これからも引き続き力強く良い関係を築いて、これからも引き続きサポートをいただき、このポーランドのマーケットで力強く成長していきたいというふうに考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。